情報発信は理論と感情をですね織り交ぜて発信することで効果が二乗になってきます こんにちは三浦ひろきです、えー、あなたがですねより見込み客にですね刺さるような、まあ、情報発信をねどん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 していきたいなっていうふうにですね思っていたら理論とですね感情を織り交ぜて情報発信をしていってくださいで、えー、まずですね脳みそっていうのをですねちょっとイメージしてもらいたいんですけれどもこういったね、えーまあ、形になっていると思うんですけれども「こう右脳と「左脳っていうふうにですね、まあ、呼ばれる、まあ、大きく分けてですね「右脳と「左脳っていうふうにですね、まあ、言うことがありますがこの「右脳まずですね「右脳っていうのは中 直感的に、えー、物事を捉えるっていうふうに言うんですねでそれっていうのは、まあ、あくまでもね感情を捉えるっていうふうにイメージしていただければなと思います。で一方でですねこう左脳っていうのはこう思考だったりとか論理をですねまか、あ、るような脳みそっていうふうにですね言われています。であのいろんなです、ね、あのタイプがあります。僕はどっちかとというと とですね感情のタイプの人間なので、まあ、結構感情でね物事を判断するっていうことは結構あるんですけれども、まあ、一方で、えー、こう理論的にですね考えるのが好きだったりとか、えー、理論的にですねこう物事を、えー、説明していくと、えー、納得されるっていう方も、えー 多いです。なので両方ですね。あの情報発信のいいところっていうのは、一人一つの発信に対してレバレッジをかけてですね、たくさんの人にメッセージを届けられるっていうところがいいところなんですね。で、この感情と、えー、理論をですね、こう織り交ぜていくことによって、まあ僕のようなですね、感情タイプの人間にも刺さるような投稿、さらにはですね、えー、論理的に物事を考える人の、えー、にも刺さるっていうですね、そういった、えー、メリットっていうのがあります。 で、えー、人のですね感情、まずね感情をこう訴えかけるっていうですね、まあ、人間の8つの感情っていうのがあるのでちょっと紹介をしていきたいなというふうに思うんですけれども一、まあ、つ目がですねこう喜びだったりとか幸せですね二つ目がですね自信だったりとか自尊心 はい4つ目はですねユーモアっていう感情だったりとか5つ目がですね驚きだったりとか美しい美しさだったりとか6つ目がですね共感、えー、さらには7つ目がですね愛情だったりとか8つ目がですねセクシー感とかですね、まあ、いろんな感情があるんですね。なのでこの一個一個のですね投稿に対してどんなですね感情を揺さぶらせることができるのかっていうのもですね考えたらいいかなというふうに思います。 まあこれをですねこの投稿をえ見るとなんかこうねえこう恐怖を感じてですねねやっぱりこうね何かやらないといけないとか逆を言うとですねこの投稿を見るとこうねこう喜びが与えられてえ実際にですねあのまあワクワクするようなまあそういったですね何か行動をしたいっていうふうに思ったりとかまあそういったですねえ感情っていうところをですね意識をしてください。でじゃあ続いてですねえ論理でどうやって攻めていけばいいのかっていうとあのこれ非常にねあのポイントなんですけれども。 まあ自分のですねあの都合のいいデータを見つけるってことですね自分の都合のいいデータを見つけるってことですねでこれどういったことかと言いますと例えば見込み客の悩みの中でこう自分今の仕事にまあやりがいを感じていないっていうですねまあそういったモヤモヤがある見込み客だと思ってくださいで、えー、じゃあ まあ感情の部分だったらこうやっぱりね自分の好きなことをえ自由にねしているとすごく楽しいしあの幸せですよみたいなねまあそういった感情を入れたりとかもえしていったりとかねいいんですけどじゃ論理で攻める場合っていうのはこうね数字だったりとかそういったものをねデータだったりとかあとはよく私が使うのはですねこう格言だったりとかをえ織り交ぜていくといいかなというふうに思うんですけれどもえ例えばじゃあやりがいのない仕事をしている人に対してどうやったらロあです ね論理的なですね、えー、ことで攻めていけるのかなっていうのを考えるんですねで例えばそうですねうんじゃあこう仕事っていうとこう人生の大半がまあやっぱり仕事に含められる時間っていうのが多いわけじゃないですかで、えー、そうなった時にじゃあこうし今の仕事がこうやりがいがない、えー、仕事をしているっていうことは、えー まあ、人生の大半をこう、ね、損をしている生き方をしてますよねみたいな投稿をしたいなっていうふうに考えたときに、まあ、そこに論理的な,、えー、なんか根拠っていうのを加えられないのかなっていうふうにして考えて検索をするんですね。例えば人、えーまあ、人間の人生、えー、仕事割合とかですね、まあ、そういったようなですね、えー、検索キーワードを入れてじゃあ実,実際にこう仕事を。 人間はどれぐらいの期間を、ね、あの仕事に費やしているのかというデータを引っ張ってくるんですね、はい、そうするとこう結構ねあのあ都合のいいデータが出てくるんですねで私が調べたときに、えー、都合のいいデータが出てきて、えー、人生の,あの、まあ、人間のだいたい約、ね、30%の時間がですねこう仕事の時間っていううふに人生のね30%が仕事の時間というふうに言われているんですねで,でもその まあもう30%っていうのは実は寝ている時間がね大半を占め,めるのでこれよくよく考えてみたらあの5割だなっていうふうに思ったんですね。なのでまあそういった例えばえ人間 人間の仕事における時間っていうのは30%を占めるただしかし寝ている時間もありますよねとでそういうふうに考えた時に仕事の時間っていうのは人生において50以上の時間を占めますなのでもしあなたがやりがいのない仕事をしていたりとか今の仕事がねつまらないって言って,言っていったら人生でいうとですね50%も損をしているわけなんですよったり とかこうね、情熱が湧くような仕事をしていませんかというようなです、ねまあ、そういったです、ね、あの投稿をすることができるようになってくるんですね。はい、なのでそういったこう数字を使ったりとか論理的なデータとかをです、ね、持ってくることによって、まあ、あなたの情報発信にこう説得力がです、ね、出てきます論理的に責められるようになってきますので、まあ、感情だけでもです、ね、ダメですし論理的だけでもないダメなのでこの2つをです、ね、織り交ぜて投稿できるようになると 情報発信のですねグレードっていうのがどんどんどん上がっていきますで、そのために自分のですね都合のいいデータを、えー、キャッチできるようなその検索力だったりとかリサーチ力っていうのが非常に大切になってきますのでぜひですねそういった習慣をですね、えー、持っていって ていただいて、えー、情報発信に役立っていただければなというふうに思っております、えー、情報発信をですね論理と感情をですね織り交ぜることによってまあ、一気にですねあのー、もっともっといい文章っていうのが、えー、ね発信できるようになりますのでぜひですね、えー、考えながら挑戦してみてください、えー、本日は以上となりますありがとうございました